こんにちは。スペインはアンダルシア地方の白い村に住んでいるイクコです。今回はマドリッドからロンダまでの、鉄道の、時刻の見方、そして切符の購入の仕方についてご説明したいと思います。まずはこちらにレンフェとご記入ください。そうしますとこちらが出てきます。こちらですね、renfe.com、 こちらをクリックしてください。こちらの上ですと、まず Bienvenido、 これはスペイン語です。こちらが Welcome で、英語です。スペイン語でご説明します。下の方スクロールしていただきますと、こちらです、 Horarios y Precios というのがあります。これをクリックしてください。そうしますとこちらになります。マドリッドはですね、こちらに出てきますけれども、ロンダは出てきません。ですのでこちらです。こちらは、全部の駅が出てくるというものです。これをクリックしていただきますと、まずは日にちです。日にちを入れます。例えば18日、こちらが月です。こちらが年ですね。でマドリッドと出すというのは全部の駅です。そしてロンダ、こちらですね、これをクリックします。そうしますとこのように出てきます。マドリッドからロンダ、そしてミエルコレスというのは水曜日ですね。で18日で9月2019年です。こちらになりますとディアアンテスで前日になります。17日、火曜日17日です。こちらになりますとデスプエスで次の日になります。18日、戻りました。例えば19日というものです。でこちらですけれども、こちらは、行き先と、出発地が変わるというものです。今はマドリッドからロンダですけれども、これを押すとクリックするとロンダからマドリッドというものになります。戻します。マドリッドからロンダです。これを見ていただきますと4本あります。これはですね、アベとローカル線を見たものですね。ここの番号を押していただくと列車のですね、このように別ウィンドウで出てきます。これを見ていただくとこういうものですね。アベで、ここですね、アベでマドリッドからアトーチャ駅で、アンテケーラ、サンタアナ駅、こちらに行ってこちらですね、アンテケーラのサンタアナ駅からローカル線でロンダまで行くというものです。で下の方を見ていただくと、こちら左ですけれども、マドリッド朝の7時20分で、アンテケーラが9時39分。そして、アンテケーラ、これです。9時55分。で、こちらです。ロンダで、ここです。11時7分に到着というものです。これは乗っても問題ないと思います。というのがですね、ここのアンテケーラからグラナダっていうのは今、バス輸送されてるんですね。ですので、ここアンテケーラからこちらに行くのは、まあ大体乗り遅れるということはないです。こちらが遅れない限り、雨が遅れるということは多分ないと思いますので、問題ないと思います。で、例えばですね、コルテスというのは、このロンダからまた1、2、3、3つ行ったところにあります。というふうに、こういう行き方ですね。例えばコルテスまでっていうことだったら、これに乗ることも可能ですね。ただこれですと料金、ここを押していただくと出ます。 56.80 というものです。で3時間47分ですね。でロンダからロンダに直に行くっていう時は、私はこれを選びます。こちらは特急列車です。特急列車だと乗り換えることはないです。8時35分
マドリッド発で12時20分にロンドンに到着します。でコルテスに行く場合は他のローカル線に乗っていただくか、これだとバスもあります。で料金を見てみますと、これが 54.35 です。でこちらが 56.8 ですね。こっちよりちょっと安いというものです。で次はまた同じですね。こちらも、マドリッドからアンテケーラまで行ってというものですね。でこちらだと13時55分にアンテケーラに到着して、15時5分発ですね。ですのでちょっと時間があります。でロンダで、16時10分コルテスになりますと16時55分というものですね。着でこれは料金的にも同じですね。でもう一本、特急列車がロンダとマドリッドは特急列車が2本毎日あります。この特急はですね、最後はアルヘシラスというところに行きます。ジブラルタルに行くときですね、この3路径もありますけれども、この3路径から、ジブラルタルに行くときはタクシーに乗るのが一番早いです。でこれで料金の方はこのようになっています。ただですね、この特急はですね、プレフェレンシアという、これはトゥーリストの値段なんですけれども、もう一ついい快適に乗れる車両のプロモーションがありますので、それで安ければそっちの方が快適に行きます。どういうものかって言いますと、まずこちらですね、買い物カゴがありますけれども、こちらをクリックしてください。そうするとこういうのが出てきます。ですね、9月18日ですね。でここは、人数です。大人の人数です。ここは子どもの人数です。13歳までですね。で、こちらですけれども、これは4歳になる前ですけれども、これはですね、席を取らないというものですね。こちらは席なんで、0歳のお子さんでも席がいるっていう場合はこちらになります。でこれ1人としますと、こちらコンプラール、これは購入ですけれども、これをクリックしてください。そうしますとここになります。全部出てきますけれども、まずこれ最初のですね、これを見ると、これはもうこれしかないんですね。56.8 のプロモプラス、それからフレキシブルというものですけれども、これはですね、料金とか日にちとか変更ができるもんですね。こちらはですね、全然変更できないんですね。キャンセルもできませんし、変えることもできないというものですね。でこちらになるとキャンセル、こちらですね、キャンセルする場合は 30%、変更する場合は 20% というものです。こちらになりますと、キャンセルする場合ですね、チケットの払い戻し、キャンセルする場合、これは 5% ですけども、あとは日にちの変更とか可能というものです。ただですね、これですとただのトゥーリスタになります。で例えばこちらですけれども、こちらは特急ですね。こちら例えばですけれども、これをクリックしますと 54.35、 これがプロモで、先ほどと同じですけれども、これはトゥーリスタになります。これがあるんですね、プレファレンテ。これになりますと 62.65 で、一番安いのだと、
乗れるというものです。こちら見てみますと、もあの日にちによってはですね、もっと安いのがありますけれども、これはないですね。もっと先になると、前私が乗った時は確か50ユーロぐらいでこのプレファレンテが乗れたと思います。ですので、そういうのがあるので、便利ですね。ということで、例えばこちらを、購入ということになりますと、こういうもんですね。ここ変えることもできますけれども、このプロモ。ですね、まずここですね、プロモ。右側の下の方にですね、あります。プレファレンテというふうに書いてあります。イダというのは行きですけれども、マドリッドからロンドン。8時35分。出発12時20分着、プレファレンテです。で、ここですね、一応プロモになっていますけれども、ここにありますけど、これを押せば、プロモプラスというのに変更できるというものです。で、下に行きます。これで名前を入れます。こちらが下の名前ですね。こちらが名字です。スペイン人は2つ名字がありますので、こちら入れますけれども、私たちはこれだけです。で、Eメールアドレスを入れます。そしてここが普通パスポートになりますので、パスポートで番号を入れます。例えばですね。で、こちらが日本ですと81位です。で、そして例えばペイパルの場合ですとこちらになります。ペイパルですとまた電話番号を入れて、これを押してで、こちらですね、押すとペイパルの購入画面、ペイパルの、サイトに飛びます。こちらがクレジットカードです。デビットカードかクレジットカードということですね。で、このようになっていまして、例えば81、これが顔ですね。で、これを押します。押してみます。どうなるか。そうですね、電話番号とかのも違うし、Eメールも違いますっていうのが出ました。なので、こことここを変えてくださいということで、購入しませんので、ここで止めたいと思います、というふうにですね、これをちゃんと買って、ここの電話番号もちゃんと入れれば、そしてですね、これです。これを、いろんなルールがありますけれども、これで OK ですかっていうので、これを押して、でコンプラ、そうしますと、クレジットカードを入れるページ、そしてお支払いで、チケットという順になります。これがマドリッドからロンドンまでのチケットの購入ですね。地獄の味方になります。もう一つですけれども、今度はこれはちょっと止めます。もう一つはですね、ロンドからマドリッドという場合ですけれども、これを押していただくと、ロンドからマドリッドは3本になっています。朝のは同じですね。これは、ローカル線でロンドからアンテケーラに行って、アンテケーラのサンタアナというところですけども、でそこからアベに乗る、これですと 3,
そうですね、35分あります。でこの場合はですね、コルテス、例えばコルテスの朝の7時18分というのがありますけれども、それに乗ってっていうこともあるんですが、ですね、ここからアンテケーレまで行くのには、で乗り換えするのはちょっと今現在の段階でリスクがあります。というのもですね、ここの線なんですが、ローカル線、去年の10月に、大雨での影響でですね、不通になりまして、で半年以上7ヶ月かかってようやく戻ってきたんですね。鉄道が走るようになりました。ただ、以前はその列車が綺麗な列車だったんですけれども、戻ってきたのは他の線のお風呂が来たんですね。ということで列車がよく故障するんです。ですので、これはちょっとリスクがあるかなと思います。ですのでやはりこのこちらですね、特急に乗る方がいいと思います。これですと、ロンダは10時8分で、アトーチャ、マドリッドには2時5分到着です。でこちらですと4時30分、4時31分発ロンダで、マドリッドに20時35分というものがあります。これの方がいいと思います。で料金の方は先ほどと同じですね、こういう金額です。でこれを押すとまたさっきと同じですけれども、今回は、ロンダとマドリッドが逆になっていますけれども、でこちらを押すとコンプラですね、これになります。そしてこれを押すと、さっきも出ましたけど、例えばプレファレント62、同じですね、こちらもそうですね、この、結構直近なのの、時刻を見ているのでこれぐらいのプロモしかないんですが、もうちょっと先になるともっと安いのがあると思います。ということで、このロンダマドリッドですね、今回というか後半はそれになりますけれども、マドリッドロンダマドリッドの鉄道の時刻、それから購入方法になります。もしもこの動画がお役に立ってましたら、いいね、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。アディオース。